日焼け止めを塗るのとアームカバーをつけるぐらいですかね。日傘じゃない。今日傘してます。今日も日傘、日が出てるとこは差してます。やっぱ黒くなりたくないし、白いままで維持したいからです、うん、日焼け止めと日傘です。あ、もう毎日塗ってます。何月ぐらいからとかありますか？あ、一年中です。冬も紫外線があるって聞いたんで。日焼け止め塗ってるくらいですね。日焼け止めって顔どこに塗られてます？あ、もう出すとこ全部 塗ってます。普通に肌が白い方が好きなんで、個人がそれで塗ってます。日焼け止め塗ってます。将来そのシミが出るのを防ぐため。学校行く前に塗ってる、ね、学校行く前に塗ってる、日焼け止め。はい、というですね、この時期気になる紫外線対策について広島の街の声聞きましたが、皆さん結構日焼け止め塗られてましたね、うん、お二人どうですか？はい、あの、私は車に乗る時間が結構長いので、うん、もう顔とかやっぱ手とか塗りますね。ちょっと量増やしたりとか、はい、中野さんは？私もお気に入りのあるので日焼け止めが必ずこれを塗るっていうのがあるんですけど、でもやっぱりそれでも焼けてしまうので長袖を着たりとかしますね。ああ、そうですね、うん、あとやっぱり男性とか小さいお子さんとか、昔だとちょっとあの日焼け止めのイメージがなかった人も今どんどん塗るようになってるっていう感じはありますね、さあそれではですね、今年の紫外線どうなるのか RCC ウェザーセンターの下江さんに解説してもらいます。よろしくお願いします。はい、はい、まずは紫外線の基本的な知識から確認していきたいと思います、はい、紫外線なんですが UVA と UVB、UVC という3種類がありまして、特に日焼けに関係するのは UVA と UVB という2種類なんです、はいはい、でまず UVA の特徴なんですけれども、一見分かりにくいんですが、皮膚のこう奥深く真皮層にまで届いてしまいまして、長時間をかけてシミやシワの大きなシミや シワの原因となってしまうんですよね。はい、UVB というのは一般的にあの夏、あの日焼けと言いますと結構あのイメージされる方が多いかと思うんですが、こう赤く腫れ上がりやすくて、はい、皮膚のこう表皮層、表面に日焼けを引き起こしてしまうもので、うん、放っておくとこう 水ぶくれでしたりシミの原因となってしまうんですよね、はい、であの月ごとの紫外線の量を見ていきたいと思いますが、こちらですね、結構あの冬の時期年がら年中あの紫外線というのはもう降り注いでいまして、で特にあの紫外線対策といいますとこう夏以降のイメージがある方も多いかと思うんですが、もう5月の時点で9月の紫外線の量以上の紫外線が降り注いでしまっているんです、はい、ですのでもうこの時期からあのうっかり日焼けに注意していただいて、もう5月から本格的な紫外線の対策をしっかりとしていただくのがいいかと思います。下江さんのこの肌の白さとはどういった紫外線対策？いや、私もあの改めないとなと思いまして、ちょっと最近あの日傘とあの日焼け止めを今年用のを買ったんですが、はい、ちょっとしっかり塗るように。もう今の時期からですね。そうですね、はいはい、5月から気をつけていきましょうね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあということでスタジオにはですね、紫外線対策グッズご用意しました。今いろいろ出てるんですね、最新のものも含めて紹介していきたいと思います。はい、さあまずはですね、こちらいろいろある中でやっぱり多かった定番中の定番、肌に塗って防ぐ日焼け止めからいきたいと思います、はい、まあ、今年はですね化粧品要素の多いものがいろいろ出てるということなんですが、中でも注目がこちらです。ほう、これですね、爽やかな UV 泡ジェルと言います。はい、はい、中野さんこれちょっとね手に出してみてもらっていいですか？いいですか？はい、使ってみてもらっていい？初めて見ました。はい、あ、スプレータイプなんですね。これが爽やかだ。手に出してみます、はい、UV 泡ジェル。おお、最初ちっちゃかった泡がどんどん大きくなりました。はい、見ます？あ、ちょっとひんやり、うん。これ潰してもいいですか？いいです、いいです。はい、すり込んでます。あ、聞こえます？いい音がしてます。なんかパチパチやっております。風流さえ感じ。聞こえます。パチパチしてます。気持ちいい。気持ちいいでしょ。はい、しかもなんかひんやりしてますね。そうなんです、はあ、これパチパチしてひんやりするんです。これね、冷たいスプレーなんですね、はあ、はい、爽やかな UV 泡ジェル。これだからあの塗った時にね、冷たい感じを味わえるということで、はい、これを塗ることによって日焼け止めだけじゃなくて、はあ、夏の涼しさを味わうことができる、これが人気の秘密なんですね。なるほど。暑い日にこれをですね、首筋とかリンパが流れるところに塗れば
暑さ対策、クールダウンしながらなおかつ UV ケアもできるという一石二鳥なんですね。しかも結構サラサラしてますね。サラサラなんですよ、はい、気持ちいいです。だからこう首筋とかに塗ってもこう暑さ対策としても有効ということなんですね、うん、はい、そして今吉村さんがなんか動き始めました。一緒にご覧ください。はい、さあ吉村さんは何をするんでしょう。何が、はい、これ映ってるんでしたっけ。映ってそうですね。本来はあの中田さんを撮ってる時にかぶっといてくださいって遅くなっちゃいましてすいません。はい、はい、さあということでこちらね、はい、吉村さんもう誰かが分からなくなりましたね。スターウォーズ出られてました。はい、こちらですね、インチで UV ケープハットといいまして身につける紫外線予防なんですね。まあ、塗るのも定番ですがこうやって身につけるものはあるということで、吉村さんどうですか、かぶってみて。なんかひんやりしてるかもしれません。そうなんですよ。そしてすごく、はい、日を避けている感じがします。そう、これ地面からの照り返しにも対応できるアイテムということで作られました。人気なんですね、うん、農作業とかにもいいでしょうし、あとはね、水陸両用なのでプールとかそういった水のレジャーの時でも使える人気商品ということなんですね、はい、この間もプール当番の話が話題になってまして、うん、はい、これ持ってこいだと思います。これいいですよね、はい、水辺でも使えるということなんですね、うんうん、で、あともう一個定番といえば日傘ありますよね、はいはい、こちらの傘なんですが、はい、結構普通の傘に見えますけど、結構普通ですよね、はい、吉村さんどうですか。これシンプルな傘ですね。なんか塔の持ち手でおしゃれですね、はい、おしゃれですけども普通の傘ですよね、はい、これがですね今年最強の日傘と言われてるんです、うん、もうこれで最高ですね。最高なんです。これねシリーズ累計20万本を超えるヒット商品でして、はい、遮光率 UV カット率 100% でもちろん日傘だけじゃなくて雨傘としても使えるんです、はい、でいろいろ人気の理由あるんですがもう一個吉村さん、はい、傘畳んでみてください、はいはい、するとほらなんか絵が中に入ってるでしょ、はい、そうなんです。これね折りたたみ傘としても使えるんです。なので、はい、もう最高の日傘でありながら雨傘としても使えて、はい、で普通の傘としても持てるし、折りたたんでしまうこともできるという。なるほど、そうなんですよね。骨組みもしっかりしてそうですね、うん、はい、なのでこういったねいろんなアイテムが出てますのでぜひ皆さんね紫外線対策グッズ参考にしてみてください。吉野さんお似合いでした。以上ここまでマダムキャッチでした。